を撮ってるんだ、人を撮ってるんだけど、その影って言ってましたよね、はい、影っていうものがそこに含まれてるんでしょ、その。そうですね、だから表情をそう思ってみると皆さんの表情がちょっと独特な、こうなんか奥行きのある、ただ笑顔とかポーズを撮るっていうことじゃない写真になっているので。そうですね、そう、あのなんか笑ってる写真はいくらでも、うんうん、撮れるんですけど、うんうん、なかなかの見た目よりも内側を表現をしたかったりして、うんうん、別にあの撮ってるモデルさんはあの、うん、ちょっとやんでるっていうわけじゃなくて、うん、あのこんな感じで、こんな感じで、はい、うん、私は向こうから2番目のがいいと思って、タクヤは向こうから5番目のがいいって、あの影がすごくいいって言ってるこれあの人気投票取ればよかったのに、なんか書いてどれがよかった、自己紹介からお願いします。神奈川工科大学ロボットメカトロニクス学科3年の小澤拓也です。今はあれ、僕が質問するのもいいのかどうか知りませんけど、一番力入れてるのは何かな、例えば制作してることでもいいし、はい、取り組んでることでもいいし、興味ある科目の話でもいいですけど、まあ数学が好きなので、うん、結構いろいろ計算するの、計算すると、うん、好きです。じゃあ どちらかというと基礎のベースのところとか、そうですね、勉強の方がいいと思います、ね、うんうん、で今はものづくりをするときなんかはあれじゃないですか、あのチームを作ってて、それで実際制作するのはあの他の学生とチームのメンバーで、ああ、で、はい、で小沢くんの受け持ちはどうなるの？まあ、とりあえずデザイン、デザイン、デザインね、はい、じゃあ CAD とかそういうのも力入れてやって、これからやっ、まあやっていくつもり、ね、つもり、うん、まだ授業はなかったっけ？まだまだ、いや、でももう撮ってます、撮って、撮ってはいる、はい、で自分、小沢君としてはデザインの方をして、はいはい、なんかそのものづくりにつなげていきたいっていうのが あるんですよね。自分ではちょっと組み立て、うん、でもデザイン力があれば、はい、ちょっと面白いものもできるんですよね。そうです、あら、あの吉田さんの使ってるあのカメラのあれなんかだって、はい、結局は、どう動かすかっていう、まあ、構造的なもの、その角度をどういうふうにどこまで動くようにするか、それからあの上下左右があるじゃないですか。でそれもピューンって動いても困るだろうから、やっぱり自分でいいところでこうねセッティングするためのその稼働の速度やあれもあるだろうから、そういう意味では重要、設計って重要なんじゃないですか。そうですよね、あのやっぱりあの製品だけではどうにもこうにもならないことがやっぱり多くて、うんうん、やっぱりね、その人一人一人に合わせた小針の動く機能だったりとか、うんうんうん、そういったものはやっぱり実用性はかなりあるんで、うん、そういうものが本当に自分であの調整できるような機構がつくといいんですよね、うんうんうん、まあ確かに、だからそれはあれだよね、カメラだけの話じゃないよね、そうですよね、機器全般にいかにその人に合ったあの機能を持たせるかっていう、そこのところが重要だよね。そうなんですよね、だから本当になかなか縮式機ってあの
市販されても、うん、なんていうんですか、やっぱりそんなに大きく売れるものでもなく、うん、大きくその、ですかね、極められるものじゃそうないって、うん、だからそのもうちょっとね、アピール性を、うん、強いものだったり、うん、強いもの出したりとか、堅調な方でも使いやすくなるような感じになると、うん、やっぱりいいですよね。うんうん、まあ目指してることはそうなんだよね。小沢くんも将来的にはそういう障害者の人にとって役に立つものっていうのもあれば、それが広がってまあユニバーサルデザイン的なことにもつながっていくっていうのも、大きく見ればとか将来的に見ればそういうふうなものを作っていきたいっていうのはね、うん、あると思うんだけど、縮式ってその大きく囲ってあることって名前が大きすぎて、うん、普通の人たちが携わるものではないっていう時間があるんですよ、ね、うん、よね、でも何気に、うん、街中にある手すりとかっていうのは縮式的な扱いを置いてあるものを、うん、誰で使ってる人たちっていっぱいいたりをするんですよね。なるほど。ちょっと腰が痛いから、うん、今回なんか申し訳ないけども、うん、多目的トイレを使わせてもらおうとか、うんうんうん、っていうのが別に身体障害者の情報を持っていない人でも利用する人がやっぱりいたりするんで、うん、だからそこをやっぱり考えると自分は歩けるけど、うん、自分は手使えるけどとか、うん、関係ない分野だなって僕は思っていて、人に優しく考える考え方で言うと、うん、例えばその人に対して、うん、障害を持っている人用に作るんではなくて、うん、どんなの人でも使えるようなものを設置したりとか、うん、あとそれをなんかもっとその福祉レベルで考えないで、大きいレベルで考えれば、うん、なんかもう普通に福祉機器が街中にあるような感じになると思うんですよね。結局普通に名前忘れちゃったんですけど、自輪で場所を移動するたびになんか電動車で変形した立って乗るやつありますよね。セグウェイ？セグウェイですよね。うん、あれだって僕なんか見たら、まあ電動車も、うんうん、ケジオ様でとか、そうだよね、そうだよね、うん、そうそう、長距離歩けないとか、そうそうそうですね、うん、こういうのがあれば便利っていうのが、うん、僕らにとってはだけはダメだだけなんで、うんうん、まあ、そういうような感じなんで、だから、うん、本当にグレースマークが特別感を与えているんですけども、うん、だから今までは福祉機器って言って何かこう特別な対象者が使うものってい こう区分けみたいなのがなんとなくこうイメージとしてあったけども、うん、実はこの時代そういう区分けってないんじゃないのみたいな、そうですね、必要となる人が一時的に必要になる人もいれば、うん、だんだんと大勢の人が必要だっていう、そうですね、人口的にもね、高齢の人たちが多くなってきたりとかいうことになってくると、もしかするとそういう区分けっていうのはこうないですよ、ね、なくなってくるっていうね。エレベーターあればみんな迷わずエレベーター行けるエレベーター使うよね、使いますからね、うん、なんでだからちょっと紙一重っていうよりも、うん、だから今の時代ではなんか障害者用とか、うん、大事な理由っていうのは、うん、なんかもうそろそろ据えていってもいいかなって。なるほどね、うん、そうかそうか、そうそう、うん、でもそれはもしかすると我々が特別感を与えてるっていうところがあるかもしれない、ね、自ら特別感を、うん、こっちは持たせちゃう、持たせちゃうっていうのもあるかもしれないですよね、うんうん、
なんかそれはなんかもう本当に利用する我々も心のバリアフリーみたいなこの考える必要性が僕あるとは思っていたところなんですけどね。でも障害を持った立場の人が、これがなきゃダメだっていうことを、専門的に勉強して、やってくださって、なんかすごい僕は写真は撮れるけど数学は苦手なんで、なんでまあこういうまた、ミスマッチも面白いです、ね。ミスマッチ。そうだよね。ミス。そう。小沢くんはアートとか、そのこういう今日は放送が絵とか、そういうのよりやっぱこう数字をこうの方が好き、数字が好きっておかしいけどさ、さその要するに理系の絵はあんまり上手くないので、っていうか見たりとかそういうのもどちらかというと数式見ちゃう。まあ結構数字とか使うのですが、そうなんだね。もうだいぶじゃああれですね、違うタイプ。違うタイプ。はい。もう完全に理系ですよ。理系の。はい。だからだよね。そう、ここに入ってきたのも本当に、もう理系でロボットの方っていうことでね、ってるし、そっちの方でもすごい優秀なの。ああ、そう。成績優秀。もう終わってるような話になっちゃってますけど、いや、まだそろそろおしまいにしましょうか。おしまいにしましょう。これはね。最後のあと懇親会とかもあるしね。そうです。そうそうそう。まあまあちょっと突然ですけども、すいません、参加していただいてありがとうございます。ありがとうございます。何か。自己アピールあれ、自己アピールすると何かいいことがあるんだったり、彼女募集とか、何か自己アピール、特になければなくてないですね。ちょっと待って、取れるかな、人はあれは外車だな、もしかしたら速さから行くと。国産だともう6キロまでしかない。そうです。運動会で1回、電動で、やったことあるんですけど、そのまま走らされてる人と一緒に、6キロしか出ないのにどうやって動かす。そうだよね。真面目にやらされましたね、中学の時。本当。高校で入るのに、やっぱりこういう、系に入りたかったんだけど、そこの先生が、うちはダメですって言われて、大学から行ってくださいみたいなこと言われて、それでエレベーターとかスロープもあったんだけど、そこの学校、これは誰が使うんですかって言ったら、うちの先生が使いますって言われて、ひどい。それはね、もう裁判沙汰ですよ。本当だね。それを全部行ってた中学の校長先生に聞かせたら、ないことだって抗議してくれて、そしたら向こうの高校から一番上の人が来て、どうもすいませんでしたって、とんでもないことを言ってしまう。でもそこが、そのやっぱり副校長とかがそういう話をするって、すごい差別だと思って。そうだね、それはひどい話だね。で、もうそれで体験の高校に入るための、それも何でもやらせてくれたんですよ。だからやれると思いますよね、普通なら。でも入らせてくれなかったんです。入るって言った時に成績じゃないんです。それはね、ちょっと本当に社会問題ですね。それでもうお父さんと一緒に講義に行って、そしたら
すいませんでしたって謝りに校長先生のところにそう行ってた中学の、まあ、授業中だったんで本人に謝罪じゃなかったんですけど校長先生に謝りに来たっていうことで、うん、あでも謝るだけなんでしょ。そう謝ってでもうちには入れません、入れませんって言われて意味ないね。まあそんな、うん、もちろん社会改革でそういうところに乗り込んでいくのも必要かもしれないけど、そのストレスを考えるとまた嫌だよね、うん、それで本当はねお金をかければ見てくれるもんだと思ってて、うんうん、親もその時までそれを思ってたんですよ、うんうん、中そういう私立でもそういうことだったんで、うん、なるほど、あダメだと思って、そう私立なんで、アーメンでなんていうの思いやりの精神を持ってなんて言って言ってるのにもかかわらずそういう形でもうすごいショックで、でもそこの学校に入ろうと思って中学1年生から毎年文化祭に参加してたんですよ。にもかかわらずそういう感じで、だから大学もいろいろ考えて、でも結局ここはバリアフリー一切そういうのないので、あのどうぞって言われてそれで受けることになったんですけど、うん、ここはもうその人の実力次第で、あの身体のことは関係ないですから、もちろんローの学生全ローで、もう手話ベースの学生さんももちろん入ってるし、前は全盲の方も入ってましたけどね、だからそれでもってあの入学を差別することは、まあ、今法律でダメになっていますけれども、昔からあの、ね、うちの大学はそういうところはあのちゃんと知ってるって言えばちゃんと知ってる。でもこういうタイプで入ってくるのはどう珍しいみたいで、うん、なんか他のタイプと違う感じでいろいろ入ってから、そうですね、それでまあここはあれですけどね、あのまあお母様の考え方とあのすり合わせだけれども、まあ僕ら大学とか教員の立場からすれば、介助保障もして大学ので勉強していただくっていうあのこともあの考えの一つだし、そういう先例が国立大学とかに あるって、どこもそのそういった介助 まあ、一日の中で食事したりトイレしたりいろいろありますから、移動したりとかいうことについても、まあいざとなればと思っていましたけども、まあお母様の方でご本人の身体機能のそのなんていうんですかね、あの不安定なことやこう機能低下のいろいろな細かなこちらがなかなかあの測れないところっていうのをあのお母様が把握しているので、まあ、一番それがご本人も安心だっていうことであのやっていただいてるんですけど、あのまあ申し訳ないっていう感じはありますね、どちらか。それはね、逆なんですよ、私たちも、うん、あの入らせてもらってたので、うん、あの体のことで大学に迷惑かけたくないっていうのがまず一つあって、うん、で入らせてもらったっていう、うん、その本人はとにかく勉強したかったんで、うん、通常普通に行くと中学から査定会議っていうのにかけられて、うん、うちは養護学校しか行けなかったんです、うんうん、その普通の査定会議でうんって言ってれば、でも今養護学校って1週間に1回しか数学の授業がない、英語の授業がない、物理とか科学とかはない、一切ない、だからそんな状況で、あもう絶対学校勉強できないじゃんっていうのがもう見えたので、もうその時点で教育委員会に申し上げに行って、それじゃあ勉強、本人がしたい勉強ができないって言って、うん、特別支援学校っていうのはもうなんていうのかな、あの日常生活社会生活を教えるような感じになっていて、 その授業科目をちゃんとフルに行ってやらないから、
ほとんどもう手前手前で教科書を使ったとしても、あの進学クラスじゃないんだけど、まあ、普通に教育を受けられるクラスでも、あの残し授業をちゃんと終わりまでやらない、あ教科書を終わりまでやらないっていうのがあるから、太刀打ちできないんですよね、あの大学。もちろんやっていることはそれはとってもいいことで、うん、段階に応じたやり方でちゃんと送り迎えから全部適用してて、すごいなって思うんですけど、ただやっぱりやりたいっていう子に対しては難しくって、はい、それでまあこういう形で勉強させてもらう形になっちゃったんですけどね。でもそうやってきたから今十分ついていけるんじゃないですか、ね、そうなんですよね、大好きでやらせてもらってるっていう、はい、素敵ね、本当もう戻ってきた、もうちょっと戻ってきたんだけどな、あの大学、大学院に、本人が全部の教科を漏らすことなく全部受けたいって思ってて、それがあの他の学校も向かったんですけど、そこは車椅子だから入れない校舎があるって、うん、工学部が一番古い建物なんで入れないからって言われて、じゃあどうしますって言われて、全部の諦めざるを得なかった。そうなんですよ、全部の教科が取れるのはここしかなくって、まあ、そういうのもあったんですね。まだまだ大学ってダメですね、しかもその工学部の一番、その工学部ってそれを考えるところだよ、そうにもかかわらず学校の中で一番古いエレベーターで、この車椅子がぐるっと回れないんですよ、あのこうなんあり、わかります？こうもうこれしか動かないようなエレベーターしか使ってなくって、おまけにその脇に螺旋階段なんですよ、これいつの時代の校舎なのっていうくらいすごいところなんですよね。うちにね、こういっぱい校舎があって、新しく買ってもあの回転もできるんですけど、一箇所だけ古い校舎があって、そこって例えば吉田さんが乗ったとしたら、で4階とか5階とか押したら、ヘルパーっていうか介助の人は入れないでしょ、そのエレベーターに。だから階段上がって上で要するに、もう電動でチンコントロールの方がよく来るんだけど、もうそこのところ使う時にはもうその1台を収めたらもう、まあそこは今ほとんど使ってないんで、いいんですけど、まずは支障はないんですけど、そこそういうのは、それはもともとエレベーターがなくて後からとっつけたっていうこともあるんだけれども、まあそれじゃあね、困りますね。まあそんな感じのところで一回締めていいですか、はい、あ待ってたのね、もうそれ気にしてないから、余計も気にしてない感じがよかった。じゃあ余計なこと、ありがとうございました、どうもどうも、はい、どうもどうも、お騒がせしました、ありがとうございました、お騒がせしました、ありがとうございました。